やおめでとうございます。おめでとうございます。やった、アーリンおめでとう。グループから一人受賞者が出るというのが非常に微笑ましく、そうね、違う、一応みんなでの受賞だよ。なんでそんなこと言うの。そうだよ、だって言ってたじゃん。いいんだよ、今日は胸を張って、胸を張っていこう。そうだよ。どうも、私がベストジュエリー賞の佐々木彩香です。ずっとちゃんとあれでしょ、佐々木彩香と桃色クローバー Z だっけってなっていくわけでしょ、うん、うん、今後ね、今後ね、そう持ちまして、で最終的にはね、うん、佐々木彩香として、はい、あわよくば、うん、アーリンとして、こっからって言ってたもんね。こっから新しい佐々木愛が第2章スタートですよ。こっから、あ、一章、こっからなんだ、ここまでが一章、ここまでが一章、なるほど、桃色クローバー Z と共にっていうのが第1章です。なるほど。最後にちょっとでもお似合いですよ、すごい、うん、ネイルまでしちゃって春らしくて、お母さんに電話してテレビ映ってるよ。あ、だから電話したんだ。そうそう、たまたましてるんですよね。そうなんです、私も桃色クローバーの方で受賞させていただいていや、よかったよかったね、おめでたいですよね。なんか並びもすごい座りが良かったですもんね、センターに。ジュンフどうだったか、ありがとうございます、はい、ほら、いやでもゲストの気持ちがよくわかる、今見てどういうこと、羽で顔をかぶる気持ちがでも、そうね、いつも隠れてるからね、私後ろで。これ衝撃的なのが、タマさんにいつぞや2個ついてた羽が有安さんのだったっていう。そうなんだね、タカミンのとかやってる時のってことでしょ。だからボクシングのイベントで久々にさ、うん、これ調子が来たんだよね。その時に、うん、あれないってなったの、うん、私両方なくて、でもしょうがないから出て、うん、その後羽がねずっと行く運命 で、 そうで、今日はさすがにちょっとベストジュエリー賞で一人で金ないのはちょっとさすがにですって、うんうん、そしたらタマさんが玉見沢でよくね、うん、これをこの衣装を使うから羽を私のをつけて豪華にしてたんだってだからでもやっぱね、アリアスの取るあたりがさ、なんかさ本当にひどいよね。だって絶対カナコの衣装は取ろうと思わなかったでしょ、マジで。なんで思うよ。それなんでスタッフも誰も取らないの。誰が誰が取ったの。いつも係じゃんね、そういう役はね。いや今回互い押されてたから取られなかったです。ごめんね、ありがとう。何言ってんの。やっと戻ってきました、玉井さんのところから。聞いてないよ、大変。あの受賞者が小さくなってる。じゃあ最後、ね、おめでたいコメントいただいて。出ました、見てこれ、いただいた、これ映ってる、うん、ね、あの、あれなんだっけ、あーちゃん、すごいくびれ、うん、うん、すごいよ、いいよ、鮭みたい、ちょっとあーちゃんのくびれ取る、うんだあーちゃん、もう一回今の格好して、ほら見て、あーちゃんのくび、あーちゃんのくびれ、いいじゃん、いいじゃん、いいよいいよ、もっとじゃんじゃん、ふわふわからの、やっぱギリショに輝くからの、じゃんじゃん、かわいい、撮らせて撮らせて、俺もめっちゃかわいい、かわいい、ね、本当にあーちゃん、あっかうわ、しゃくってなしゃくってねえよ、これ普通の顔だよ